頬張る、頑張る、北海道米ラブ。改めましておはようございます。今日はお米の授業ということで、まあ、もう本当に身近なお米なんですけれども、改めてお米の栄養とかちょっと考えたことありますか？どんな栄養が入っているのかとか、お米を食べると体にどんな影響があるのかというようなお話をいろいろさせていただきたいと思います。北海道にはいろいろな美味しいお米がたくさんあるんですけれども、今日は教室の横の方にもいろいろな北海道米を展示してありますが、皆さんの知っているお米いろいろありますか？普段食べているお米、3品種 の代表的な3品種、ユメピリカ、七つ星、ふっくりんこ、その他にもうるち米もいろんな、ここに出ていない種類もあちらの方に飾ってある種類、あとはもち米ですとか酒米ですとか、いろいろ合わせると20品種以上ということで、北海道は本当にすごくおいしいお米をたくさん作っている米どころなんですね。なんですが、最近では糖質制限などでお米を避けてしまっている人も非常に多くなっているというふうに聞いています。皆さんの中でも糖質制限をちょっとしたことがある、ちょっと周りでしている人がいるなんていう人もね、中にはいるかもしれないんですが、お米にはいろいろな栄養素が入っていますので、今日はそのお話をさせていただきます。まずこの栄養学、前に勉強したかな、ちょっと復習になりますけれども、私たちのこう体に大切な、もう不可欠な栄養素、三大栄養素っていって、エネルギーになる、食べると力になったり体の一部を作ったりという栄養素が、三大栄養素、炭水化物と脂質とタンパク質ですね。でそれらをうまく代謝して体の中で効率よく使うために、ビタミン、ミネラル、この2つを合わせて5大栄養素というふうに呼んでいます。でお米の中に主に含まれる栄養素って何でしょう？炭水化物、はい、炭水化物がお米の多くを占めるんですけれども、実は炭水化物って糖質と食物繊維合わせて炭水化物というふうに呼んでいます。糖質というのは食べるとエネルギーになって力になるもの、そして食物繊維というのはエネルギーになりにくいというものなんですけれども、炭水化物抜きダイエットですとか糖質抜きダイエットですとか、どちらも同じような意味合いで使われることが多いんですが、実はこれちょっと違っていて、炭水化物の中にエネルギーになる部分とそうでない部分が入っています。次にご飯、お茶碗1杯分、だいたいお茶碗1杯のご飯は 150g ぐらいなんですけれども、そのお茶碗1杯のご飯に含まれる栄養素、どんなものが入っているかというと、まあ、こんなにさまざまな栄養素が入っているんですけれども、代表的なまず糖質が 55g ほどお茶碗1杯に入っています。これはだいたいじゃがいも3個分ぐらいの糖質と同じ量になっています。じゃがいも3個を食べるのとご飯お茶碗1杯食べるのとだいたい同じぐらい、まあ、どっちを取るかっていう感じですよね。で次に日本人に一番今足りない栄養素というのが食物繊維なんですけれども、食物繊維がご飯の中にこれだけの量入っています。で食物繊維は1日にどれくらい取ったらいいかということで、日本人の食事摂取基準というのがあって、取る量が推奨されている量があるんですけれども、皆さんどのくらい取ったらいいかってご存知でしょうか？1日にあんまり意識したことないですよね。1日に、ね、20g ぐらい取ってほしいというふうに言われているんですけれども、実際今日本人の取っている食物繊維の量というのは 14g ぐらいということで、ちょっと足りない。で昔たくさんお米が食べられていた頃、昭和38年ぐらいがピークだったと思うんですけれども、1年間で1人当たり120キロのお米を食べていました。それ1ヶ月に割ると10キロ、すごいですよね。で今どのくらい食べているかっていうと、1ヶ月にだいたい1人当たり 4.5 キロぐらい、 4.5 キロを1日に割ると、30日で割ると1日 150グラムぐらいなんです。でその一番多く食べられた時に比べて、お米の食べる量が今半分以下になっています。半分以下になっているのと同時に、食物繊維の摂取量もすごく減ってしまっている。
これはお米に食物繊維がのかなりの量含まれているから。で、日本人って昔から食物繊維の供給源として穀類をすごく食べていた。食物繊維というと野菜のイメージが多いんですけれども、実はお米を食べなくなって、それに伴って日本人の食物繊維の摂取量もちょっと減ってしまっている。食物繊維の摂取量が減っていくと、やはり大腸がんが増えたりということで、生活習慣病がすごく多くなってきているというふうに言われています。そしてもう一つ、3つ目の大切な栄養素として、タンパク質。お米にあまりタンパク質のイメージが、ないかもしれません。タンパク質というとお魚とかお肉とか、そういったものをイメージすると思うんですけれども、実はこのタンパク質のご飯、お茶碗1杯分に含まれている量、牛乳コップ半分ぐらいの量と匹敵します。かなりのタンパク質が含まれている。今みたいにお肉などが豊富になかった時代に、ご飯と野菜と少しのお魚を食べていた昔々の日本人は、ご飯からしっかりとタンパク質を取っていたというふうに言われています。で、ご飯にはその他にもビタミンとかミネラルとか、いろいろな栄養素が、たくさん含まれているんですね。そして、この三大栄養素、これをどんな割合で食べるのがいいかということで、炭水化物、このグラフを見ていただくと 50% 以上取ってほしいというふうになっています。で、脂質は 20% から 30%、 タンパク質は 13% から 20% というふうに、この理想的なバランスがこちらなんですけれども、糖質制限をしてしまうと炭水化物のこの部分がもう極端に少なくなってしまう。じゃあこの丸いグラフはどうなるかというと、脂質とかタンパク質がすごく増えてしまう。のバランスが崩れて、脂質を取りすぎてしまって、ちょっと肥満の人が増えてしまったり、あとタンパク質を取りすぎると体に非常に負担がかかるということで、このバランスが非常に大切だというふうに言われています。で、今日は脳に働く米、そして腸に働く米ということで、分けてちょっとお話をしたいと思います。で、お米を食べることはもちろん脳にも腸にもいいんですけれども、まず脳にお米がとても大事ということで、よく言われているのは、私たちの脳は糖質以外をエネルギーにできない、通常はエネルギーにできないというふうに言われています。脳では糖質を効率よく使うことができるので、人間の脳というのはだいたい体重の 2% ぐらい、例えば体重50キロの人だと約1キロぐらいなんですけれども、たった体の体重の 2% なんですが、使うエネルギーというのは 20%、 1日に必要な分の 20% を使うという、非常にもう脳は大食いのエネルギーをたくさん使う臓器なんです。その脳が糖質をすごく欲しているので、糖質制限を極端にしてしまうということは、頭が働かなくなるだけではなくて、いろいろな、弊害が出てきます。1日エネルギーの 20%、 例えば2000キロカロリーぐらい必要な人だと400キロカロリーを糖質で取ってほしい。おにぎりにするとちょっと白い、おにぎりの部分があまり見えないんですけど、これおにぎり分かります？のりがついていて、2個と半分ぐらい、これぐらいはもう脳だけで糖質が必要というふうに言われています。それだけ脳は糖質を必要としている。で、先ほどもお話ししましたけれども、脳を働かせるために糖質をとって、それは勉強や仕事の能率だけではなくて、心臓を動かしたり全身に血液を送るという、大切な役割が脳にはありますので、極端に制限してしまうことは本当に危険なことなんです。そして朝食を毎日とる子どもの学力の運動能力が高いという、これはもう研究結果でも出ているんですけれども、夜寝ている時にも心臓も動いていますし、血液も全身を回っています。その時にも糖質はどんどん使われている。で、朝起きた時には体の中にも蓄えていた糖質っていうのはほとんどなくなっている状態。そこで朝起きて朝ごはんを食べない、あるいは果物だけ、もう本当に何か飲み物だけ、しっかりとした糖質を取らないで学校に行ってしまう、
そういうことを繰り返していると、その子どもたちの学力や運動能力にも本当に差が出てきていると言われていますので、朝起きた時 の、 あの朝食ですね、今日皆さんもうお昼だから朝食昼食2回食べました。朝ごはんは、朝ごはんいつも食べてないっていう人います？あ、結構いっぱい手が上がりましたね。あのちょっと朝ごはんの話もね後でしたいと思うんですけれども、しっかり朝食をとることによって、あのこれだけの差が出てきているというふうに言われています。またエネルギーになりやすいというのは、エネルギーになる三大栄養素、その糖質以外はタンパク質と脂質ということでねお話ししたんですけれども、その中でも糖質は非常に燃えやすいという性質を持っています。脂質は体の中で非常にこう複雑な代謝経路をたどりますので、体の中の滞留時間が長い。そしてタンパク質はいろいろな臓器をすごく使って代謝を行いますので、すごくタンパク質のものばっかり、お肉ばっかりとかっていう食事をするとちょっと疲れてきたなーなんていう時があります。それはあの代謝にすごくエネルギーを使って、あの燃えるのに非常に時間とこう手間がかかる。で糖質はその点すごく燃えやすくてエネルギーになりやすいので、ちょっとお腹が空いたりしている時におにぎり一つ食べただけでも少し元気が出る時もありますよね。そういった意味で非常にエネルギーになりやすいというふうに言われています。またエネルギーになって余った分は肝臓や筋肉にグリコーゲンという形で糖質をこう貯金しておくことができます。なのでお腹がペコペコになって、お腹が空いてるんだけれども今すぐ食事をできないという時には、私たちの体に蓄えられているこのグリコーゲンを使って生命を維持しているということになります。続いて、脳にはとても糖質が大切ですよということでお話ししたんですけれども、続いて、腸に働く米ということで、最近ではお米が非常に腸にもいいというようなことがいろいろ言われています。腸活とかね、聞いたことありますか？言葉、腸が元気だと本当に体全体が元気になるって言われているぐらい、腸を健康に保つことが、ね、非常に大切だというふうに言われています。皆さんこの漢字読めますか？なんか見たことあるんですね。これ漢字の一部にどちらも米という字が入っています。で私はこの漢字を見た時に感じたのは、米が形が変わって変化して人間の排泄物になっていく。そして右側の字、これは死尿とかの死というふうにも読みますけれども、上のこの部首の部分、これ読めますか？これね、屍って言葉は聞いたことありますよね。死骸とかね、そういう意味ですけれども、米が消化吸収されて死骸となって体の外に出ていくのかなというふうに思います。で腸というと今日はお米とその排泄物のちょっと関係を、皆さん便秘の方、あるいはちょっと便秘気味の方、もしかしてたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、今若い人の数人に一人は便秘をちょっと感じているという人がねすごく多くなってきているんですが、そもそもどうして便秘になるのか、特に若い女性の便秘の原因っていうのは冷えがほとんどだというふうに言われています。便秘というと水分が足りなかったり食物繊維が足りなかったりというようなイメージがあるんですけれども、体が冷えることによって血管が収縮して血液の流れが悪くなります。そうすることによって便を押し出す力が、大腸のその収縮の運動の力が弱くなってしまう。それが便秘を招いているという原因が一番多いというふうに言われています。で便秘の人がさらに冷たいお水を飲みすぎたり、繊維質のものをすごく取りすぎたりすると、かえって体を冷やしたり体をこう詰まらせたりということで悪化してしまうこともあります。もちろん冷え性でなくても便秘の方もいらっしゃるので、水分や繊維が足りないということも原因にはなってくるんですけれども、ダイエットをしていて食べる量がそもそも少ないと体の外に押し出す力が足りなくなってくるので便秘の原因にもなります。
またさまざまなストレスによって自律神経が乱れてしまう。で、自律神経とこの腸っていうのは非常にこう密接な関係がありますので、ストレスを感じることによって便秘につながるというふうにも言われています。続いて便秘の人に多い行動、思い当たることがもしかしていくつかあるかなと思うんですけれども、まず朝起きてから家を出るまで30分以内ぐらい、そんな感じですか？はい、朝起きた時にはぜひ冷たい水ではなくてちょっと常温のお水をまず飲んでいただいて、はい、腸を動かしていただく。でその後、しっかりとカーテンを開けて朝日を浴びる。朝日を浴びることによって今までこうリラックスモードの副交感神経が働いていたものが交感神経にこう体がスイッチが入れ替わります。そうすることによって腸の運動も動きやすくなってきます。で朝は朝食をしっかりとってほしいので、朝食をとって、そしてその後やっぱり腸が動いてからトイレに行くタイミングを逃さない。これを考えると、ね、なかなか30分っていうのはね非常に難しくて、そういったタイミングを逃していることによって便秘が悪化してしまうということもあります。でまた主食を抜いている、1日3食食べているんだけれども、ちょっとなんか体重が増えてきちゃったなって気になったら、おかずは我慢できないけれどもご飯だけやめようかっていうふうに簡単な自己流のダイエットをしてしまって主食を抜いてしまう。そうすることによって主食は特にご飯には食物繊維も先ほど含まれているって話もしましたけれども、食物繊維も含まれていますし水分も含まれている。そして何よりも外に押し出す力があるんですね、炭水化物には。なので主食を抜いてしまっているとまた便秘になりやすくもなります。でまた主食にはお米だったりパンだったり麺だったりね、いろいろあります。で皆さんもいろいろ3食の中でお米が多いっていう方いらっしゃいますか？お米よりもパン麺が多いという、パン麺というのはちょっと体を冷やす場合もあります。でお米はお米の中に水溶性の食物繊維というのが入っていて、水溶性の食物繊維は便を滑らかにしたりっていう働きもありますので、お米がしっかり噛むこともできるので、ちょっとどちらかというとおすすめかなというふうに思います。で便秘の人にはぜひお米を食べてほしいということで、お米が便秘解消に良い理由を先ほどのお話も合わせてちょっとまとめてみましたので、今日皆さんにプリントもお渡ししてますか？でお米に含まれているデンプンなんですけれども、デンプンはお米に含まれているデンプンはレジスタントスターチって聞いたことありますか？これは水溶性の食物繊維ももちろんお米には含まれているんですけれども、それがレジスタントスターチというのは水溶性の食物繊維のような働きをする、そういったものもお米には含まれています。水溶性の食物繊維は小腸で吸収されないで、そのまま大腸までなんとか届いて大腸までやってきます。そうすると腸内環境を整えるために大腸にある大腸で生きている善玉菌のこう餌になるんですね。餌になると善玉菌がどんどん増えてきます。で善玉菌が増えることによって短鎖脂肪酸というのが出てきて、それが腸内をすごくお花畑のようにきれいにする、腸内フローラっていうんですけれども、そういった役割を果たします。でまたお米は粒なのでしっかり噛みます。しっかり噛むことによって腸の動きを活発にしてくれるという働きがあります。まず消化というのは口の中から始まりますけれども、口の中で噛んで消化酵素が出てきて少し細かくなって、それが食道を通って胃に送られて、また消化吸収が続けられる。よく噛んで食べることによって胃をすごく動かしてくれる。飲み物ばかり、スムージーもいろんな栄養素が取れていいんですけれども、なかなか腸を動かすというところに至らない場合もあります。で胃というのはだいたい7割ぐらいが筋肉でできていると言われています。
で皆さんの運動をされて筋トレをしたりねすることもあるかと思うんですけれども、筋トレしたくても胃の筋肉を自分でこうトレーニングするっていうのはなかなか難しいです。なのでこの胃の筋肉を動かすためには、しっかりと噛む食材をしっかり噛んで胃の中に送り込んであげることによって、胃が自然とこの蠕動運動を活発に行ってくれる。そうすることによって便秘解消にもつながってきます。でまたお米を主食にすると、噛むということにもありますけれども、それ以外にも全体のバランスが自然に整う。白いご飯だけを食べるっていうことはあまりないですよね。やっぱりおかずが欲しくなる。で日本型の食生活、和食が世界無形文化遺産に、登録されましたけれども、それは個々のお料理それぞれということだけではなくて、日本型の食生活、ご飯と汁物とそれにおかずを合わせて食べる、これが非常に栄養のバランスが自然に整うということで、それが世界的にも認められたということになります。ご飯と汁物とおかずを食べるときに一つずつは皆さん食べないですよね。ご飯を食べたり汁物を飲んだりおかずを食べたり、口中調味という言葉を聞いたことがありますか。口の中で調味する、あるいは口中調理って言ったりね、ちょっといろいろな言い方がありますけれども、これは日本人独特の食べ方だというふうに言われていて、白いご飯とそれにおかずを合わせて口の中でちょうどいい塩梅にして、また汁物を口の中に入れて、なかなかコース料理の西洋料理のコース料理では一つずつこうね完成されたお料理を食べますので、日本型の食生活というのは自然とこのバランスが整ってくる。ばっかり食べというのをねしないで、昔小学生の時に言われた三角食べっていうんでしょうかね、それがこの食生活を非常にバランスよくしてくれる。最近小学生の4人に1人がこの三角食べができない、一つのものを食べてまた次のものを食べる、最後に白いご飯が残ってしまって、最後先生残していいですかっていうようなことになったりっていうことで、お米を主食にして全体をこう合わせながら食べるというのはね、日本人独特の食べ方ですけれども、これは美味しくいただくだけではなくて、腸にもいいし栄養素のバランスも整ってくる、非常に理にかなった食べ方なんですね。でもやっぱり糖質を食べると太るって言われて、実際に太ったという方もいらっしゃると思います。で糖質が体の中でどんな流れになって結局太るって言われているのかというところをちょっと説明したいと思いますが、まず糖質を摂ると体の中に入ってくるときに細かく分解されて、ブドウ糖というね、単糖類という、ね、小さな分子になってきます。でそのブドウ糖が血液の中にどんどん入っていきます。それによって血液のブドウ糖の濃度、これが血糖値と言われているものですけれども、その血糖値が上がってきます。でこれを下げるためにインシュリンというホルモンが出てきて、下げてどうするかっていうと、血液の中に入っているブドウ糖を今度他の臓器に送り込んでいく、血管を通して筋肉などに送り込んで動かす、体を動かすエネルギーとして使っていく、使ってそれでもまだ余ってる時には貯金です。肝臓や筋肉に貯金をして貯めていく。でもそれでもまだ余っている、そういう時に、多かった分を中性脂肪として脂肪細胞に取り込んでしまう。で脂肪細胞が増えてくると、それをさらになるべくそれを分解して使わないように抑制してしまうという働きがあります。この仕組みによって太るというふうに言われています。だから糖質を食べて太るのではなくて、糖質を食べ過ぎて太る、適正な量を食べているのであれば、決して糖質はダイエットの敵でもないですし、食物繊維も含まれている非常に健康的な食品なんですが、食べ過ぎていることによってこの太るというような誤解を生んでいます。でも実際に糖質制限をすると痩せるの？ということで、糖質を減らすと実は体重が正直なところ減ります。で糖質というのは
もう制限して食べないと、でもエネルギーにして体を動かさなければいけないので、じゃあどうするかというと貯金の中から使っていきます。で、貯金はグリコーゲン、肝臓や筋肉に蓄えられているグリコーゲンを使って体をなんとか維持していくんですけれども、そのグリコーゲン、この糖というのが、ね、グリコーゲンです。そのグリコーゲン一つに水が3つくっついています。なのでグリコーゲン一つだけ使ってるんですけれども、水が一緒に3つくっついて体外に出ていく。そうすると体の外に水が出たことによって体重が減るんです。でもそれは体脂肪が減ったのではなくて水分が減っただけ。頑張ってご飯を食べないようにしてお腹が空いてもちょっと我慢してとグリコーゲンを使って生命を維持していたにもかかわらず、それは水分が減っただけで体脂肪は全然減っていない。で、これをもうちょっと糖質制限やめようかなと思って少し糖を食べます。で、一つちょっと糖を食べただけなのに、それにまた水分子が3つくっついてきて体の中で滞留します。なので思った以上に早く体重が戻ってしまう。で、それを長く続けていると体は何とかしてでも動かさないと命に関わりますので、今度は筋肉とかを今度ブドウ糖に変えてエネルギーに変えていきます。そうすると筋肉が減っていきます。筋肉が減るということは体脂肪率が高くなるということですね。体脂肪率が高くて筋肉の少ない人というのはすごく燃焼性が悪いので、同じものを食べても筋肉質の人とはエネルギーの使う量が違うんですね。だから体に溜め込む体質になっているので逆に太りやすい体質ができてしまうということになります。それは極端に言うとこの糖質の摂取量もすごく少なくしたり多くしたりっていうことで死亡率にも影響があるという研究結果も出てきています。このグラフを見ていただくと横の軸が糖質の摂取量です。で、縦の軸が死亡率になっているんですけれども、この三大栄養素どんなバランスで取ったらいいかっていうエネルギー酸性バランス、これが先ほど最初の方でお話ししたんですけども 50% から 60% これくらい糖質を取っている人の方が極端に多かったり極端に少なかった人に比べて非常に死亡率が低いというふうに言われています。多いのは肥満とか動脈リスクのリスクがすごく高くなりますよね。多いと糖質を食べ過ぎると太るというのはね、先ほどお話ししましたけれども、多すぎても死亡率は若干高くなっているんですけれども、すごく極端に減らした人も死亡率が非常に高くなっている。これは糖質を取ることによって傷ついた血管がすぐにこの修復、普通はできるんですけれども、この修復がすごく遅れてしまうことによっていろいろなリスクがどんどん高くなって、動脈硬化や心臓やあと心筋梗塞ですとか脳梗塞、そういったリスクにもすごくつながってくるというようなことも言われています。で、お米が体にいいですよって、脳にも必要ですし腸内環境を整えるにもすごくいいお米なので、今日は皆さんお米の美味しさはとてもよく分かっていると思うんですが、これから調理を2年間学ばれて社会にねこれから出られる皆さんなので、ぜひお米も体にいいということにね、今日は何か覚えていっていただきたいなと思って最後にちょっとまとめました。お腹に優しい、これはお米っていうのは余分な塩分とか脂質とかあと添加物とか何も入れなくてもお水を加えるだけで私たち美味しくお水を加えて加熱するだけで美味しくいただくことができます。そして比較的水分も多いというご飯は満足感もあって腹持ちがすごく良くてお腹にとても優しい食品なんです。そしてお米にはビタミンやミネラルなどもいろいろ含まれていますので、おかずのタンパク質や脂質を一緒に食べることによってこの消化吸収を高めてくれるというような役割もあります。そしてまた水溶性の食物繊維は腸内環境を整えてくれるということで、そのレジスタントスターチ、先ほどねお話ししたレジスタントスターチという水溶性の食物繊維に非常に似た働きをする、
これは実はほかほかのご飯よりも冷めたご飯にすごく多いと言われています。なので冷めたご飯というとおにぎりとかお弁当とかなんですけれども、コンビニでおにぎりを買った時に温めますかって聞かれたら、ぜひそのままで大丈夫ですと答えてみてください。体に吸収する率がちょっと違います。同じカロリー の同じ大きさのほかほかのおにぎりと冷たいおにぎりを食べると、冷たいおにぎりを食べた方がカロリー的には同じなんですが、体に吸収していく水溶性の食物繊維に変わっていますので、体の中で全部吸収されないで腸内環境を整える働きの役割の方になってくれる部分が冷めたご飯には多いですね。そしてまた腸内には免疫細胞というのがたくさん存在しています。その腸内環境を整える意味で免疫をアップさせるには、とにかく胃を鍛えていただく、胃を鍛えるにはしっかり噛む主食が一番ということで、お米をしっかり、口の中でもしっかり噛んで、それを胃の中で蠕動運動を促してあげて消化吸収をすることによって免疫力が非常にアップするというふうに言われています。高齢者の方でお肉やご飯もすごくもりもり召し上がる方がたくさんいらっしゃいます。そういった方が元気なのは体が元気、足がよく動くとかそういうことだけではなくて、腸が元気なんですね。腸内環境がいいか悪いかで体のこの元気さがもうそれに左右されるっていうくらい、腸内環境を整えることがとても大事なので、今日はお米でしっかりと腸内環境を整えていただければなと思うんですが、5番目、なんといっても北海道のお米はすごく美味しいです。皆さんいつも食べてるお米美味しいですよね。北海道米、実は最初の頃、本当に出始めの頃っていうのは厄介道米なんて言われるぐらい、聞いたことありますか？今みたいな美味しいお米ではなかったんですね。ところがもう農家さんと研究者の方々の努力によって、今本当にどのお米をとってもとても美味しくて、もうそれぞれの品種によって使い分けができる、お料理に合わせてお米を選ぶという、非常に贅沢なことができるようになりました。で、美味しさはもちろんなんですけれども、お米っていうのは本当に体にすごくいい影響を与えてくれるということを、ぜひこれからの調理の現場でも理解して、また多くの方に伝えていただければなというふうに思います。で、今日はぜひ覚えて帰ってほしいのは、お米には食物繊維、タンパク質もしっかり含まれている、そして糖質というのは極端に制限してしまうと非常に危険なもので、しっかりとしたこのバランスの取れた食事の中の目立たないけれどもおかずを引き立てる主役である、主食を抜いておかずだけということではなくて、一食をこう最後まとめてくれる、実は目立たないけど主役なんだということを、皆さんに理解していただければなというふうに思います。私の方から今日はそれだけ皆さんにちょっと長くお話ししましたけれども、覚えて帰ってほしいなというふうに思います。この後はミス北海道米のお二人に3品種の食べ比べ、そしてどんなお料理にこのお米が合うというのお話も詳しく聞かせていただけると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.